皆さんこんにちは。ようこそ私の中国語ですね。今日はですね、私と一緒に基礎約会用語を勉強していこうと思います。もしあなたがこれらの言葉を流暢に言えたら、台湾人は絶対に驚くんですね。あなたの中国語こんなに上手とは思わなかったんですと、そんな感じで思っちゃうんですね。そしたら最初の言葉ですね、愛してるという、中国語は你好吧と言います。そして二つ目の言葉、あなたの髪の毛すごくいいですねという中国語は何て言うかっていうと把你的钱都给我。そして三つ目、あなたの喋り方が好きですという中国語は哇你真的很讨厌。このわはすごく大事です。わ。そして最後、あなたと一緒に映画を見に行きたいです。はい、この中国語は、我真的很讨厌你。请你不要再跟我说话了。これはすごく可愛いです。わー。